編集チャンネル。はい、ねんしょです。山本です。上本です。カモンさんのお悩み相談室、拍手。イエーイ。ということでやってまいりました。毎度この脅されてる。大丈夫脅されてないです。大丈夫です。いきますよ。このコーナーではカモンさん宛に来たちょっと真剣な悩みをですね、カモンさんが真剣に答えてくれるという企画です。真剣な悩みを真剣に答えて、そうです、うん、おふざけなしで答えてくれるので、では呼んでいきます。就職の悩みです。旧帝大3年生です。仕事って自分がやりたい仕事をやるのか、別にやりたくないけど稼げる仕事をやるのか、どっちの方がいいですか。お金のためにやりたくもない仕事をひたすらやるのか、それともやりたいことを優先し現実とのギャップを受け入れつつその仕事で食べていけるまで頑張り続けるのか、どうしたらいいのか迷っています。僕は中高大とバンド活動を行っており、できればこれで食べていきたいと思っています。しかし自分が売れていくような未来も見えません。このままだと売れないお笑い芸人のような結末が待っているような気がします。かといってここで夢を諦めると一生後悔してしまう気もします。大半の人にはやりたいことがない今、やりたいことがある自分は幸福なようにも感じるのですが、実際その道を進めるかどうかは別問題です。カモンさんだったらどのような軸で結論または折衷案を出しますでしょうか。よろしくお願いします。真面目な悩み。これを真剣に答えるのが今回の企画なので、ほんと帰れ雑魚はダメだよ。帰れ雑魚はダメなんです。じゃ逆にね、質問に質問で返して申し訳ないんだけど、俺がもしその人にちょっと俺鼻くそほじる仕事をしたくて真剣に言ってる。これ今真剣だから、はい、鼻くそほじる仕事をこれから続けるか、フリーランスの派遣事業を始めるか迷ってるんだよね。でも夢は鼻くそほじる仕事なんでって言ったらどっち進めるのかね。それで鼻くそほじる仕事ってそもそもどうやってお金稼ぐんですかってなるじゃん。ビジネスモデルみたいな。わからないです、うん、でも鼻くそほじるのは夢なんですバンドマンはさ、うん、まだあるじゃん、お金を稼ぐ方法が。ないないない、鼻くそほじる仕事と一緒だよ。バンドマンと鼻くそほじる仕事は一緒にしてる。お前世間で鼻くそほじって金稼いでるやついんのかないやだからそれはさ、鼻くそほじる仕事だってさ、鼻くそほじリストみたいなさ仕事が生まれてね、メンタリストみたいな、もしかしたら稼げるかもしれない。でも確実的に言ったらそんなもんよ。 0.001% と 0.0001% なんてほとんど一緒なわけだから。そんくらい。いやまあまあ、こと違うでしょ武と優は違うでしょさすがに。一緒一緒で、どうせ当たんないもん。そんなプロスポーツ選手になりたいみたいな夢と一緒ってことで、それはもうちょっと確率高い気もするけど。それとバンドマン変わんないでしょ。変わんないか。鼻くそほじる仕事は無駄から全員鼻くそほじる仕事だわ。じゃあ全員鼻くそほじる仕事を、うんに近いことをやってらっしゃる。そう、仕事っていうのはみんながやりたくないことをやるから価値が生まれるわけで、うん、アーティストぐらいだよね本当に。もう類稀な才能があってラッキーっていうか、ね、そういう才能があったらいいけどね、なかったら鼻くそほじる仕事と一緒だよ。だってじゃあ俺がバンドマンやろうって今から言い出すのと同じじゃん。別にやればよくない。でもストックさんを潰してバンドマンやるっていうのは僕止めますけど、ね、それはお前自分の困るからね。困るからね。困るからね。困ります。わかるけど、でここで本当だったらさ、いや夢を諦めない方がいいよとかね、うん、後悔するぐらいだったらっていう綺麗事を並べ、綺麗事を並べてもいいんだよ。並べるのは簡単ですよ、うん、でも実際さ、まあまあまあ実際はそうだけどね、うん、例が悪すぎんだよ例が悪すぎた。たとえクソ下手なやつみたいなになっちゃってるから、ちょっとない仕事とある仕事って言われてね。じゃあもうちょっと言うと、バンドマンで、まあ、売れてない笑い芸人じゃないけど、売れてない笑い芸人は俺まだいいと思うのよ。先輩からこうね、いろいろ、まあ、笑い芸人詳しくないけど、結構縦社会じゃない、うん、同じ組織なんか吉本あったら吉本の先輩がとかってあるじゃない、そういう、はい、実際売れてない先輩たちもたくさんいるから、自分の人生ってある程度肯定されがち、うん、こういう人生もっていうね、ロールモデルがいるわけだからいっぱい、はい、バンドマンってなると多分そうはいかなくて、はい、本当に自分の身の回りの人とか付き合う人がみんな普通の会社員だったりとか普通に仕事してる人たちってなると、うん、社会的ステータスが大に低い。はいはいはい、はい、多分お笑い芸人以上にコンプレックスを感じながら生きることになっちゃう可能性あるよね、うん、それが真面目な答えでいいですか。いいんじゃないですか。じゃあ結論、働けの方。働け。結論だから俺からしたら鼻くそほじる仕事と一緒だから、鼻くそほじる仕事をするって正気みたいな感じで、まあ、確かに、うん、でもその人は普通に働いてしまったら一生鼻くそほじりたかったって後悔しながら生きることになるのが不安なんでしょうねそうだね。でも大なり小なりみんなそれあるから、うん、それがゼロな人なんていなくて、まあ、まあゼロな人なんていなくてっていうのはおかしいか。でも俺だってそれはさ、歌が上手いだけでさ、うん、お金稼げるとさ、 EXILE とかめっちゃいいよなって思うよね歌ってだってもう何も歌うだけじゃん。カラオケで、ね、カラオケで見ると間違えてんだよアートとかそういうのにちょこっと理解のない人間にその相談をした時点で働けって言われるに決まってんじゃんだからさ、女の子のモデルとかもさ、ね、たまたま目と鼻の位置が良くてさ、別になんか生まれた時からもうそれですみたいな、うん、頭パッパラパーで、ね、頭パッパラパーでさ、それで稼げるってめちゃくちゃいいよね、うん、イージーモードが俺なんかこの手が K だから手モデルみたいな、あ、なんかね、
低モデルで俺年収1億ですみたいなそんな感じでキュリーム塗っときゃ OK いやめちゃめちゃもうほんと競争しか見てない人間っぽいからやめてほんと恥ずかしくなってくるほんと彼らって相当ねいろんな苦労を積んでやってるわけじゃないですか。それをただ歌がうまいからって思う。そうだ、歌うまくなる練習したことあるのかお前が仕事のこと考えてる何倍も向こうは歌練習してんだよ。いや本当だよ本当だよ本当だよ本当ですよ。上積みのところだけ見て羨ましいよねって本当もう、うん、それね株元も同じこと言われてるよ。なんかビジネスもセンスあるっぽいから羨ましいよねって。センスだけじゃないよ、こっちは努力してんだよって言うじゃん絶対めっちゃ頑張って毎日営業してさって絶対言うじゃん。頭使ってマネしてんだよ、ね、バカ野郎お前手にクリーム塗ってる仕事違えんだよってどっちもどっちなんだよな言い過ぎ隣の芝はなんちゃら2人ここだけ似合って両方がね両方があいつら羨ましいなって言うからダメなんだよ、うん、確かにね、はい、はい、ということで結論はもう一回聞くけど結論は後悔しない選択肢をすること。はい、夢は必ず叶う努力すれば必ず夢は叶う結論が叶わない夢なんてない。以上です。あるよねあるよね、うん、分かる。そうだよ。じゃあ本日はここら辺ありがとうございました聞いて年収チャンネルでは年収ガイドブックを視聴者皆さんにプレゼントしています。フリーランス向けオンラインサロンもやってます。出演者募集中。概要欄をご覧ください。